ジーザス、エブリワン、クリスチャンブロガーのキートンです。クリスチャン女子大学生のマナティです。さて本日もキリスト教の時間始めていきたいと思いますけども、本日のテーマは伝道をどうすればいいの、コメント返し、イエーイ。ナイマルはナインシーズね。はい、今回は あるコメントをいただきまして、そのコメントに返す感じでテーマトーク、トークっていうのをどっちでいいけど繰り広げていきたいですよ、はい、なるほど。キリストーク1個のコメントね、はい、複数のコメントじゃなくて、そうです、1個から選んで返すと。はい、なるほど。そのコメントを紹介していただいても、はいはいはい、こちらです。これね、これ長めのね、はい、じゃあマナティ読みます。あ、わかりました、はい、マッティーさん、ね、マッティーさん、マッシューさんじゃない、マッティーさんからいただきました忠実にね、はい、今回もとても楽しい回ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。感想をいただきまして、いつかリクエストしたい話題があります。それは日本のクリスチャン人口の危機という問題についてお三方の投稿を聞きたいのです。この話題はすでにいろいろな方が様々な側面から取り組んでいることで、そういう本もたくさんあるかと思います。ここではお三方それぞれの実感や経験から若者目線で日本やクリスチャン、アペパ、若者目線で日本でクリスチャンが多く育たないことへのご意見を聞いてみたいです。クリスチャンという存在について大切なのは人数より質であることはもちろんですが、ある調査によると30代以下の日本人クリスチャンはいろいろな教派を合わせても7000人程度だという調査があったそうですね。文字通り危機を感じましたので、この話題は励ましの意味も含めてぜひ取り上げてみていただけると幸いですって言って、はい、そしたらその後にチエさんという方が、私もお聞きしたいです、ぜひお願いしますということで、なるほど、取り上げなければということで。じゃあ複数のニーズがあるわけですね。はい、あるみたいです。で、若者30代が7000人うん、みたいな。そんな少ないんだね。うん、どうなんでしょう。うん、まあ、実際統計見てはないけど、うん、まあ、でも確かに全体で見てもまあ 1% 以下ってよく言われますよね。そうね、うん、しかも一つの教会に一人若者がいるかいないかだったりしたりするとしたら、うん、えなんか今こんがらがってたけど、いろいろだったりしたり、そうだったりしたりそうだったりしたら7000人かもしれない。うちの教会いるとはちょっと麻痺するけど、でもうちの教会でも多くて30とかじゃないですか。そうだね、うん、多い方で30とかだったら、あー、まさか妥当なのか。そう考えるとだって30×200、200… いいよ、無理消させない。何、まあ、とにかく200倍以上いないと7000人 には届かないわけだから滑舌だからそう思ったらね、そうかもね、なるほどね、うん、キリストーク、なぜにまず若者が少ないのかって話ですよね、うん、はい、いや難しい話題ですよね。いや、まあ永遠のテーマじゃないけど、クリスチャンのまあなんか使命みたいなもんじゃないですか、伝道ってね、はいはい、高齢化が進んでて、まあ、全体がね、はいはい、でその中でどう若者をこう、ね、伝道していくかみたいな、まあ、まだっていうのがまあ若いですけどね、うん、10歳も若い、やかましい10歳もっともうちょっと若い、もう少し、8歳かな、8歳なんだろう。大人にも大人のいろいろ思うことがあって、若者にもいろいろ若者なりにね、意見があると思うんですけど、私の実感と体験だと、若者は、とにかく大人の年代よりも将来に希望がない年代と言われていますよね。ご存知？いや、あんま聞いたことないけど。あ、本当？昔はもっとバブルとか、将来は働けば稼げるとか、経済成長してて、みんなキラキラしてたんですよ。でも今はもう大人になっても年金がないだろうとか、あ、そうね、働いても発給で大変とか、未来に希望があんまりない時代と言われていて、ある統計では高校生の7割は鬱を経験したことがあると。あ、そんなに、はい、高校生までにってこと。そう、あー、なるほどね、学校生活とかで、はい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 、言われてるぐらいらしいんですよ。なのでなんか教会っていうとなんか期待値が高すぎちゃうのかなって一つ思いました。理想化されてるみたいなところあるね。そう、例えば学校の人間関係傷ついたけど、教会の人間関係はみんなが愛にあふれたいい人で素晴らしい、あったかいんじゃないかとか、実際にちょっといざこざがあったらすごい傷ついちゃうとか、人生でうまくいかないことばっかりだったとすると、若者でがね、人生うまくいかないじゃん、神様なんていないんじゃないのみたいな。あー、なるほど、まあ理想が高いがゆえに失望してしまうんだよね。そう、うん、クリスチャンイコール成人みたいなさ、うん、イメージを持たれることって意外とあるんだよね、うんうん、実際もう接してみると全然そんなことはないんだけど、うん、理想化されすぎてる部分はあるかもしれない、うんうん、もう一個思ったけど、この世の終わりに近づいてるから、どんどん世の中は混沌カオスになってるから、誘惑が死ぬほど多いから、もっと大変だと思うんですよ、立ち向かっていくのが、ものすごいパワーを使うから。そうね、SNS だとかね、
娯楽がめちゃくちゃ多いですからね今、うん、そこでクリスチャンでいるっていうのがもうそもそも難しいっていうのもある気がするけど、どうかな、うん、確かにそれは間違いない、ね、誘惑だらけですから今の若者って、うんうん、ちょっとしたことでもう、 こう神様とか教会から目そらしちゃうね、うん、それでもうあっという間離れちゃって、そう、若者ってもうめっちゃ苦しいことがたくさんあると思うんですよ、特にセンシティブで初めて通る区なんだから、だからそういう時にはやっぱりすごい信仰の中で葛藤があるし、時には離れちゃうこともあると思う、うん、だって初めてなんだもん、私たちとかもっと小さい子にとってはこんな苦しいこと初めてどうすればいいの、神様がいるってちょっと分かってるけどでももう無理ってなるのはしょうがないことなんじゃないかなと思っちゃいます。まあね、もうイベント多いからね、うん、まあ、マナティも実際にいろいろね、うん、経験してきたわけ、そうだね、うん、うんうん、キリストークどうして少ないのかっていうのは、この世の中のいろいろな誘惑とかが多いし、その分苦しんでる人は期待値が多い、教会に牧師先生はもうこうであって仲間たちはこうで教会はこういう場所でみたいな、だから何か違うことがあったらもう教会だって世の中と一緒じゃんみたいな、傷ついたってなっちゃう人がいるのもあるかなって思うんですけど、うん、じゃあなんで私たちは教会から離れてないのって、単純にこの聖書の教えに書いてあるからとか、うん、まあ、使命感とか、うん、奉仕があるからとか、うん、まあ、そういう理由の人たちも結構いるんじゃないかなと思うけども、うんうん、なんか不思議と教会に来るんですよ、そういう人が結構多いと思う、教会もう嫌だ行きたくないって言いながら、うん、いやでもなんか来てるじゃんみたいな、そういう人たちに共通してるのはめちゃくちゃ祈られてるっていうことだと思うんですよ、うん、なるほどね、うん、まあ、口には出さずとも、うん、陰でね、そう、うん、クリスチャンの2世で良かったなって思うのはその分祈られてる親に、親って一番子供のことを思ってるからその分激しい祈りをいや間違いないね本当ね、うん、してくれてるわけじゃないですか、うん、キートンのお母さんもね激しく祈ってくれてるでしょ、本当すごいよでしかもなんか お母さんの友達にまでこう言ってるからね、えよ横のつながりがあるから祈りが、そうなんかママ会みたいなのがあるから、うん、そこでまたすげえ祈られてたりして、おー本当お世話になってますよね、え、うん、そしたらやっぱりキートもずっと教会に来るわけじゃないですか、講師でバーンアウトとか経験したって前も、うんうんうん、ってことは私が思うのは何が若者をつなぎ止めるか、激しい祈りだと思いますなるほど、はい、人間できることってやっぱ限られてるからね、うん、ほぼ何もできないと思う、信仰の面に関しては本当に聖霊様の助けがなくてはイエスを主だと信仰告白することはできないと聖書にも書いてありますから、うん、若者を増やしたいと思ったら具体的な名前を挙げてめっちゃその人たちのために祈るとかどうですか、うん、大事大事うん、問いなしの祈りのね、うん、リストにこう付け加えたいね、うんうん、愛を持って接するとかめっちゃ大事だし、うん、話を聞いてもらったらそれがすごい助けになることもあるし、でも時にはその今本当に話しかけられたくないのにうんみたいになっちゃうこともあるかもしれないし、やっぱ難しいんですよいろいろサポートって、うん、絶対間違えないサポートは祈るっていうこと、うん、間違いないねと直接会員するとやっぱねいろいろね、うん、傷つけちゃったりとかね、うん、ありますからね、傷つけあったりとかね、うん、子供からもなんかつっけんどんにしてあなたのこと思ってるのにってね思われてることもあるかもしれないし、うん、難しいけどでもなんか教会来てるの祈られてるからだなっていうことに本当に筆舌に尽くしがたいはいはいはい、はい、祈りの力を急に難しいこといや頭いいぶってみたけど、うん、キリストーク祈りが大切なんではないかなと、うん、一応僕はなんかあの、うん、リボーションの後になんかこうスマホにこうメモであって、うん、問いなしの祈りリストみたいなのがあって、結構具体的な名前をこうバーって書いたんだけど、そうなんかあれやるってやっぱねいいですよ、なんか自分自身もちょっと満たされるし、まあ、一気にバーってみんな変わんないよ、うん、変わんないんだけどちょっとずつポツポツとこうなんかねその祈りの効果が出てきたり、優しいことあるんですよ実際に、すごい、いやあれはねおすすめです、こういうキートンがいてユースが支えられてるんですねいや重い重い本当にそうだと思いますいやいやいや私も祈ってますよ、祈ってるけど、うん、まあ前もちょっと祈り会で言ったんだけど、うん、とにかく長いのでお祈りが結構絞られてるんですけど祈る人は、でもその病気とかだったらめっちゃ、うん、祈るし、その病気が癒されるように、うん、あと特に苦しんでる人がいたらその人のことを思い出して祈るようにするし、うん、やっぱり人のために祈りますね、だって私も祈られてるからね、いやそうなんだよね、自分に祈られてるって感覚があるからやっぱ祈るんだよね、うん、うんうん、だってキートンが受験の時とか祈ってるよって言われて、うん、本当にって聞いたんですよなんで疑ったの、なんでさ、よく祈ってるよだけ言う人いるからやばいやばい、いやキートン本当にって言ったら本当に祈ってるよって言ってくれて、めっちゃ嬉しかった私は本当に祈ってくれてんだ
レタスもマナティー乗ってるよって言うから、うん、本当にって言ったら本当に乗ってるよって言ってくれたから、やっぱ祈りって大事ですよね、うん、そうね、うん、確かに下手な励ましよりもなんか、うん、祈ってるよって言われた方が逆にね、うん、逆に一番良かったりするもんね、うんうん、大丈夫大丈夫うまくいくからって言っても、今うまくいってない人にはもう分かってるけど今言わないでって時とかもあるけど、うん、祈ってるよって愛情深く言われたら、祈られてるんだ、私は祈られてるんだって、うん、なんかちょっと前に進める、なんか余計なこと言わずにさ、祈らないのだけ、いや違う違う違う、いや違う、そういう人がいるよって話なんか早速とさ、祈ってるよだけ言って、うん、スッと去っていく、なんかちょっとかっこいい人、かっこいい人いるいるあれちょっと粋だなと思う、あ確かに、祈ってるよってねそう確かにそれはいいですね。キリストーク、私一つ今思い出したんですけど、すごい感動したことがあって、その人はもうお母さんだけがクリスチャンだったんだって、うん、で旦那さんものんくりで、子供たちもまあ教会学校に連れられてたけどみんな行かなくなったんだって。でもお母さんは別に教会行きなさいとかイエス様信じてとかも何も言わなかったんだって、うん、ただものすごいずっと祈ってくれてたんだって。そしたら最後旦那さんも亡くなる前に神様を信じたし、その話をしてくれた方も居酒屋さんで急に救われたっていう、これも面白い証だったんだけど、で弟さんも救われたんだって。うーん、最初はお母さん一人だけの戦いだったけど、別に信じなさいとか無理やり引っ張っていくとかもせず、ただずっと辛抱強く祈り続けたら最後に家族全員が救われたっていう、おーすごいね、証を聞いてもうめっちゃ感動したんですよ。うーん、やっぱお祈りすごいなって。なるほど、居酒屋で救われた話ちょっと嫌いかな、うん、面白いから今度プライベートで聞きましょう、うん、視聴者めっちゃ気になってる私もね、救われてほしいなって人はもうこう祈ってます、ただただ、うん、まあね、どんどんリスト増えていくんだけど、そうだね、問いなしにどんどん増えていくから、なんかだんだん終わんなくなってくるんだけど、確かに時間あってもあってもいや、そうキリストーク、若者のクリスチャン少ない、それはもうしょうがないくらい厳しいと思います、うん、今は、うん、なんですけど祈る、ドドン出た、今一番お願いしますもう一回、祈る、ドドン、これです、はい、なるほどね、結論、はい、皆さん若者のために祈ってくださったら、うん、めっちゃありがたいですすぐに変わんないかもしれないけど、うん、まあ、だからよく言われるじゃなくて、ずっと 1% で保ってますみたいな、うん、クリスチャン人口、まあでも絶対祈り続けたらなんかね、うん、いつかこうバーンって来る時が来るとね、うんうん、信じてね、祈っていきたいですね、はい、皆さんぜひお祈りしてください、はい、というわけで今回皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が少しでもいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。そしてまた扱ってほしいテーマがありましたらコメント欄にどしどしお願いいたします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイビー。